こんにちは。テンパアカデミー、堀秀夫です。今日は、オペラハウスをバックにね、テンパアカデミー、アマゾン輸出ビジネスかわかる本。これを持ってですね、簡単に稼ぐ方法、そのセミナーをやるんですけど、非常にね、その告知のビデオを撮って、日本と違ってシドニーは物価が高いです。そして、流通コストも高いです。とてもね、日本みたく、周りで売ってるものを買って、アメリカのアマゾンに送れば儲かるというような状況ではありません。商品に稼ぐには、できることをやって稼ぐ。すぐ結果が出ることをやって稼ぐ。で、実際に簡単にできそうなことで稼いでる人の真似をするというような話をさせていただきます。じゃあ何やんのとね、人それぞれやり方いろいろあって、迷うとこなんですけど、そこ行くと、日本の皆さんは迷わず身の回りのものを売ってアメリカのアマゾンに送ると、これだけで月10万から30万稼げちゃいますんでね、随分恵まれてるなということを改めて認識しながら、今日の動画撮ってきました。アマゾン輸出を今始めれば、年末にはですね、月30万、あるいは月100万円稼ぐことも可能です。ゴールデンウィーク、いい機会ですんで、アマゾン輸出始められてはいかがでしょうか。本日までアマゾン輸出、転売を特別サポート、会員募集しております。ご応募お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。